ダイエットにおすすめの美味しいおやつ、セブンイレブンで選んできました。今回は4つご紹介していきたいと思います。では早速1つ目です。こちらです。こちらはほっこり柔らか干し芋スティックです。でこちらですね、原材料をチェックしますと、さつまいも紅はるか鹿児島県産のお芋が使われているんですよね。紅はるかって本当甘くてね、美味しいお芋ですよね。もうこれだけです。もう完全に芋のみ、もう無添加ですよね。でしかも、こちら製品特徴ということで、そのまあ国産の美味しいお芋を使ってあること、で無着色無香料なんですね。でこのなぜ干し芋スティックが、ダイエット向きのおやつなのかということなんですけれども、やっぱりダイエット中でもおやつって食べたいじゃないですか。でそんな時にはですね、やはりこういったこう天然のまあ無添加のものがもうベストで、プラスこのさつまいもというのが低 GI 食品なんですね。これは何かというと、あなた の, その体の中で脂肪をため込むのを、ね、防いでくれる食品なんです。要するにこう血糖値がこう急上昇せず、緩やかにこう、ね、伸びる食品ですから、結果その脂肪をため込まずに済むという食材が、まあこのさつまいもなんですよね。干し芋です。でまた干し芋ですから、干してありますから、栄養価がこうギュッと詰まっていて、すごくね体にもいいんですよね。また食物繊維がとっても豊富ですから、あなたの腸内環境がきれいにね整います。その結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やして元気にすることができます。イコールあなたは自然と痩せ体質へと、まあ、変わることができるわけなんですね。でまたビタミンやミネラル もたっぷり入ってますから、しっかりと栄養を取りながら、まあ、ダイエットができるというおすすめのおやつなんです。では早速開けてみましょう。こちらですね、私干し芋も大好き、もうさつまいも全般好きなんですけれど、どんな風になっているかと言いますと、干し芋ってやっぱり干されてますから、こう表面にねこう白い糖が浮いて出るんですよね。見えますでしょうか。見えますか。こちらも白い粉がね吹いてます。わあ、めちゃくちゃいい香りです。やっぱりねすごく柔らかいんですよね。こう干し芋ですからすごく柔らかくて、本当ねこう羊羹みたいな感じですね。お芋の羊羹みたいな感覚で召し上がっていただけると思うんですね。でこちらが1袋あたり 40g 入ってるんですけれども、これは南信州の菓子工房さんが出していらっしゃるおやつで、 JA 青空との共同開発品ですって書いてます。なんかそれ聞いただけでこうね良さそうな感じしますよね。でエネルギーが1袋あたり122キロカロリーです。でタンパク質が 1.0g で、脂質がねもうほとんどないに近いです、 0.1g。あと糖質がやっぱりちょっと高め 28g で、食物繊維が 2.5g ですね。もうこちらはそうですね、まあ、一度に食べきってしまうというよりは、まあ、2、3回に分けて召し上がるとダイエットにも良いと思います。では2つ目です。こちらはですねセブンイレブンブランドさんです。2つ目こちら、素材の甘みをカリッと楽しめる安納芋スティックですね。でこちらは原材料見てみましょう。さつまいも種子島の種子島産の安納芋 100% 塩と植物油だけです。でこういったチップス系っていうのはいろんな添加物入っている場合が多いんですよね、まあ、お砂糖だったり人工甘味料だったり人工のまあ、こうアミノ酸などと書いてあるような、まあ、化学調味料ですよね。ああいったのが、ね、いっぱい入ってるんですが、今回のこちらの芋のスティックはもうお芋と油だけなんですね。ただしこれね植物油、まあ、油が使ってありますから、先ほどのね干し芋と違ってやっぱり、ね、カロリーは高めです。ちょっと見てみましょう。1袋あたり 29g なんですけれども、先ほどと比べたら155kcal あります。でタンパク質が 1.1、 ここはまあ変わらないですね。で脂質がここで一気に上がるんです。やっぱり 9.1g なんですよね。ですからやはり同じさつまいものお菓子であっても、こういったそのもう無添加で、まあ、お芋だけっていうタイプに比べて
まあ、原材料はお芋なんだけれども、それをこう油で揚げてあるという点ではやはりカロリーは高めで、あの脂質も高めになってしまいますから、まあ、一気に食べるというよりはこちらも 2,3 回に分けて召し上がっていただければいいなと思うんですね。ただまあ時々ね、こういったこうチップス系もダイエット中でも食べたいなって思うじゃないですか。その時にこういったもうほぼ無添加のものをおすすめしますが、まあ、ちょっとこっちで植物油が入っている関係で、まあ、一応酸化した油になりますから腸内環境にとってはちょっとね、まあ、マイナスの面もあるので、くれぐれも食べ過ぎには注意してくださいね。では今早速開けてみましたので、ちょっと中身覗いてみますね。これはやっぱり食感がいいですよね。見えますでしょうか。あ、かわいかった。こんなちっちゃなのを取ってしまいましたが、結構長いのも入ってます。カリポリと食感も良いので、よく噛むことで満腹感も得ることができますから、あなたもこのさつまいものチップススティックですねを召し上がってみてくださいね。ちょっとカロリーは高めなので要注意でした。では次3つ目です。こちらもセブンイレブンさんのブランドです。こちら栗本来のホクホク食感、有機むき甘栗です。私甘栗も大好きなんですね。で、あの私はやはり腸内環境を整えるおやつを美味しく毎日ねいただいてるんですけれども、ポイントはですね、やはりその痩せ菌、善玉菌をこう増やすことができるかどうかっていうところで、やはり食物繊維だったりですね、まあ、発酵食品であったりいろいろあるんですが、こちらはやっぱり食物繊維がね、先ほどのさつまいもと一緒で豊富なんですね。で、甘栗効果です。もう一番いいのは、ね、脂質が少ない。いいですよね。私ね、余談ですけど、ナッツも好きなんです。素焼きナッツもやつ好きなんですけど、ナッツね、どうしてもこう食べ過ぎちゃうと脂質、まあ、カロリーオーバーなりやすいんですよね。なのでこうナッツ、あ、食べ過ぎそうと思ったらパッと甘栗に変えるとか工夫してます。ついついね、美味しいと食べ過ぎになってしまうので、私も注意しながらいろいろバリエーションを変えておやつ美味しく食べています。まずは脂質が少ないということですね。あと糖質を燃やすためのビタミン B 群がいっぱい入っています。ありがたいですよね。この糖質がまあ太る元ですから、こういったその脂肪を溜め込む、まあ、糖質を抑えて、まあ、燃やしてくれる力が甘栗にはありますよということです。あとは先ほどお伝えした食物繊維が豊富なので腸内環境が整って、あなたは痩せ体質になることができるというおやつがこちら。ですね、ちょっと原材料見てみましょうね。有機栗です。要は有機栽培された、まあ、安心安全な栗ですよということですよね。で、こちらは見ていただきますと、JAS ジャスマークがちゃんとついている認定商品ですから、もう本当にね、あなたご自身もそうですし、お子様にもね、安心して召し上がっていただけるなって、もう一押し商品です。で、こちらエネルギーがですね、1袋あたり 60g 入っているんですが、107kg 低いですよね。で、タンパク質が 2.6 で多め。で、脂質がもうほぼ何に近い 0.5g。あと糖質がやっぱりちょっと高め 21.6g ですが、まあ、糖質を抑えるね、ビタミン B 群入ってますから安心ですね。あと食物繊維が 3.2g で、食塩もゼロ、食塩ゼロですね。ちょっと開けてみましょうね。もう甘栗ね、もうこれぐらいの量でも一気に、まあ、食べてしまうんですが、まあ、食べたとしても107キロですから、そんなにね高くないですよね。しかも腸内環境が整って痩せることができますから安心です。はい、出してみましょう。有機栗どんなんでしょう。あ、綺麗です。こんな感じで見えますかね、もう栗の、まあ、なんでこんな甘栗でいい香りするんでしょうね。もうついついもうバクバクと食べてしまうとこなんですが、ここでポイントです。もうよーく噛んでくださいねっていうことです。噛めば噛むほどあなたはその痩せ体質になることができますから、お願いいたしますね。ではいよいよ4つ目、最後のおやつご紹介です。こちらです。もうこれパッケージ自体がすごく可愛くて、栗の形してるんですよね。で、こちらは京都の、まあ、会社のひさやさんって読むんでしょうかね。比べるに、三髄にすくえん、さやかさんとか、さに家、ひさやさんこだわりのホクホクした、オーガニックの焼きマロンです。で、こちらも先ほどと同じ有機栗なんですよね。有機栽培の栗も安心ですよね。
でこちらはあの大粒栗なんですよ。でこちら私あの久屋さんのホームページチェックしたら、まあ、この焼き栗もあのすごくメイン商品みたいなんですけれども、他にもこういろんなお菓子取り扱ってらっしゃって、まあ美味しそうでした。もうね、あの一つ一つ私もあの食べてみたいなと思うぐらい本当あの美味しいあの商品ラインナップされていらっしゃって、あ、話戻しますね。でこの栗はこちらもちろん、有機栗で保存料と着色料も一切なしです。裏の原材料見るともう栗しか書いてない、栗って書いています。ね、もうこれもねちょっとあの本当にホクホクって書いてあるので、もう食べて本当にホクホクの蒸し栗なんですね。では早速開けてみたいと思います。かわいいでしょう、これパッケージが可愛くてですね、おしゃれなんですよね。もう少し開けていいですか、大粒栗なので。でこれはあのもう剥き栗ですから、その殻をね剥かなくてもいいと、こう手間がね省けていいですよね。こう手もベタベタしないですし、わどうでしょうか、先ほどの栗の大きさと比べた方がいいでしょうか。大きいです、しかも形も綺麗、見えますか、どうしようかな、見えますか、すっごく綺麗な大粒の栗です。ホクホク感もね本当にあの私これ全部もう試しにも動画をこの動画撮る前に食べてるんですけれども、美味しいんですよ、もうハマっております。こちら久屋さんのオーガニック焼きマロンでした。さあいかがだったでしょうか。今回はセブンイレブンさんで見つけた、まあ、秋のですね、まあ、コンビニスイーツということでさつまいもと甘栗メインの商品をご紹介いたしました。でポイントは腸内環境を整える食材かどうかということでしたね。そのことであなたは自然と痩せ体質になることができるんですよ。さあこのチャンネルではこのようなさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。でまた私に直接ダイエットのこと質問してみたいなという方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録後ご相談くださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。